っと歩いたところに古着屋さんもあるみたいなので、こんな感じで。今回はメンバーのお正月の過ごし方、お正月の様子をお届けしたいと思います。はい、去年もやりましたけど、昨はどんな感じでした？はい、私はですね、私だなって去年みたいな感じかな。そうだと思います。楽しみ。はい、ナギは？私はこう正月割と今まで以上にこういろいろアクティブに動いてたので、だから割となんて言うんだろうな、皆さんにもなんか一緒に楽しんでもらえるように、ちょっと映像を撮ってこれたと信じています。みんな様々な過ごし方してると思うので、はい、楽しんでご覧ください。はい、それではどうぞ。皆さんこんにちは、乃木坂465期生の徳田いろはです。正月でお休みだったんですけど、私がバギー乗りたいって言って家族でバギーに来てます。人生で初めて、超楽しい。見て、バギー行くからね。来ました。です。すごい、すごい大きい。上まで行きました。行きました。すごかった。快晴、15度あります。暑いです。あ、みんな盛り上がったの。です。中学校の頃からも高校も一緒で、今もずっと仲良くしてくれているお友達がお誕生日だったので、その子に渡す絵を描いてます。 iPad で。はい。こんな感じで描いてます。はい、友達の推しです。はい、ね、喜んでくれたらいいなって思って書いてます。そんなお絵描きお正月です。私のお正月は、はい。こんにちは、田村真由です。2024年が始まったということで、私はこちらの猫ちゃんのキャットタワーを購入したので、今からこれを組み立てて猫ちゃんたちに存分に遊んでもらおうと思います。頑張ります。Okay, wait for me. Okay. I bring my phone? Yes. Okay, do not hold the handle. Hold it off. Yeah, hold it off. Okay, only one hold. It's okay. Only. No hand, it's okay. Ah, let go. No, no, no. Ready? Yes. Okay, 1, 2, 3, go. Thank you.
こんにちは、松尾美優です。誕生日を迎えて二十歳になりました。で、風船とかを準備してくれました、家族が。はい。で、大人になったので初めてのお酒を飲もうと思います。今お家でお母さんと乾杯します。乾杯。赤ワインです。いただきます。終わりです。大人になります。頑張ります。こんにちは、ゆきのです。お正月の過ごし方ということなんですけど、私はなんかお散歩してたら見つけた誰もいない神社でお参拝してまいりました。誰もいないじゃん。皆さんの一年が良い一年でありますように。おめでとうございます。今はおばあちゃんのお家に来ています。ちょっと三が日が終わったのでおせちも食べ終わったので今日は手巻き寿司パーティーをしたいと思います。そして今日のお昼はおばあちゃんが私の大好物の、高野豆腐ハンバーグとチキンカツを作ってくれたので、正直手巻き寿司がお腹に入るのか心配なんですけど、いっぱい食べていきたいと思います。ペーパン食べてきました。合ってるこれ合ってる。ペーパン食べに来ました。地元の唯一の友達と。どうも。どうも。可愛い友達と一緒で、オールネイト日本では同じ。そんな話してんの？してないしてない。いただきます。おいしい？うん。まだ雪が積もっていてすごく寒いです。正月満喫します。乃木坂46の一ノ瀬美空です。私は今日家族で美味しいイカを食べに来ました。はい、私は今年成人なのでちょっと去年よりもぐんと成長する一年にしたいと思います。皆さん今年もよろしくお願いします。体調に気をつけてね。明けましておめでとうございます。小川彩です。私はお正月春高バレーの応援に行ってきました。お揃いの T シャツを着たりバルーンを持ったりいっぱい応援してきました。最後までボールを諦めないで追う姿が本当にすっごくかっこよかったです。私もあの場にいて、感動とか私も頑張ろうって勇気をすごくもらえたので、今年は私もさらに向上心を持って頑張りたいです。今年花のセブンティーンよろしくお願いします。こんにちは、菅原さつきです。今日は髪の毛を染めました。暗くしました。あと桜坂46の山下しつきちゃんとご飯に行きまして、今ちょうど食べ終わったんですけど、かわいい。私がもうアタックしました。かわいいです。もっと仲良くなりたいと思います。皆様こんにちは、乃木坂464期生の黒美穂子です。私は野球部メンバー、乃木坂野球部メンバーと野球の試合をするために学校の体育の授業で
野球を習ってるんですけど、そこは自分の今までの成績がほとんどデッドボールかフォアボールかすごく多いので、頑張ってヒットを打てるようにバッティングセンターに行ってきました。佐々木監督を見ててください。頑張ります。ぜひ皆さんアドバイスとか応援コメントも待ってます。皆さんこんにちは、中村れのです。はい、お正月の過ごし方どうでしょうか、見てわかるでしょうか。はい、私は今ですねハリーポッターのスタジオツアーにやってまいりました。はい、ちゃんとローブもねレイブンクロー製で今日はやらせてもらってます。はい、まあまだね半分地点なんですけど、魔法かけちゃったりなんだかしてとっても楽しんでいる最中でございます。明けましておめでとうございます。お正月はお家から一歩も出ないチャレンジを遂行中です。1月2日に辛いものをお家で食べたら胃が壊れちゃって、今お粥とか優しいご飯しか食べられません。胃が痛いです。いてててて痛いよ。こんにちは、池田テレサです。私が今埋まってるのが何かと言いますと、実は自分で作ったお人形ぬいぐるみです。何で作ったのかっていうと、このもともとはふわふわの綿です。羊毛フェルト、これをねお手製の3本槍でこうやってチクチクチクってやるとだんだんこの綿が固まって、すごい可愛いお人形さんができるんです。じゃーん、大きいでしょ。皆さんもよかったら手芸にハマってみてください。久保田里奈です。お正月はグーじゃない、お正月はなんでグーじゃないよ、お正月は奈々ちゃんと一緒に過ごしてます。グーじゃないでしょ。佐藤理香です。今日は家族でちょっとお出かけに来ていて散歩をしていました。そして最近私はカメラを買ったので、そのカメラでいろいろ風景を撮ってます。見てください、たくさんカモがいます。寄って寄って、わーい。じゃあ育てていきます。カモがいっぱいいるのが釣れました。皆さん良いお年を。こんにちは、4期生の林瑠奈です。今日は成人式ということで振袖を着て成人式に来てます。友達と一緒です。イエーイ。中学の友達と久々に会って、結構いろんな人とかすれ違ったりしたんですけど、なんか意外と小学生の時に同じクラスだった子とかも、なんか20歳になっても分かるもんだなって思いました。顔とかすごい思い出につける一日になりそうです。明けましておめでとうございます。元気は何かな。明けましておめでとうございます。え、明けましておめでとうございます。ねえ、お願いこっち見て。明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願い。あ、ヤギ、ヤギちゃん、ヤギちゃん、こんにちは。明けましておめでとうございます。
今日は膝の上に乗ってきてくれました。まさかの2匹です。動けない。はい、ということでたくさん猫と戯れてましたが、2024年も頑張るのでよろしくお願いします。バイバイ。ここは成田空港です。セイミアレイです。ほらね、今日は成田空港からバスに乗ってあるところへ行きます。はい、ここですね。出ると思わなかった。すごっ。え、待って、こっちを向いてるさ、あの子の穴やんなだって、ね、頭にことがある。ありました。最後の時間までいました。あ、プリクラ見せる。プリクラ撮りました。じゃん。楽しかった。で、夕日がとっても綺麗なので、うん、わあ、いいですね。成田の航空博物館に来ました。レイちゃんと聞こえるよ。私もよろしくお願いします。5期生の中西アルノです。私はお正月は同期の岡本ひなちゃんと池田テレサちゃんと3人でディズニーランドとディズニーシーンに行きました。すごい昔に戻ったみたいにはしゃいでました。めっちゃ楽しかったです。4期生の矢久保美奈です。今日はこのおしるこスウェットを着ているのでおしるこを食べたいと思います。着てなんか温めることすら私上手にできないみたいで、ふかふかしちゃったかも。レンジ汚したんでしょ。レンジ汚してなんか容器もすごい汚れてるし、なんか明らかに傘がなんですよ。バイバーイ。電子レンジ拭いてくる。吉田のクリスティです。山本蓮香です。蓮香ちです。蓮香ちです。新年会です。新年会です。でもご飯食べ終わりました。食べ終わりました。ずっとやりたいって言っていた不思議玉パーティーをしました。しました。もう作っちゃいました。作っちゃいました。シリーン、キュー。大量に大量に。こんなに作る人多分いないよね。食べます。食べたいと思います。何何では、バイバイ。
明けましておめでとうございます。土屋芽です。私は今ロンドンにいます。ツリーまだありました。一人旅です。ここはなんかいろんなお店が集まってるとこなんですけど、こんな感じで可愛くて、ちょっと歩いたところに古着屋さんもあるみたいなので古着巡って、昨日来たんですけど、だから今日が初めて街歩きなので楽しみます。でね、午後はデミゼを予約したので見に行きます。じゃん、タワーブリッジです。これは私は見たかったので見られて嬉しいです。めっちゃ綺麗。やった、明けましておめでとうございます。遠藤さくらです。私のお正月はお家です。こんなにお家に引きこもれることもお正月ぐらいなので、気づいたら本を3冊読んでいて今読んでるのは中古、しかもセールで100円でゲットしました。わーい。そう、私本当にしおりをあちこちやってしまってなくすので、代わりにレシートが挟まってます。すいません、直します。あとは神社お参り行ったりお雑煮食べたり、そんなお正月を過ごしています。今年もどうぞよろしくお願いします。頑張れ。じゃーん、軽井沢に来ました。ちょっとなんか変な鳴き声がするんですけど、軽井沢旅行に来ております。寒い、寒いな。私もいい1年になるといいなって思います。今日は七草の日だったので七草もしっかりいただきました。美味しかったね。そんな旅行は良かったです。じゃん、じゃん。本当に寒い。こちらの場所にも出しておりますので、続けてご覧ください。どうぞ。軽井沢です。誰と一緒に来てるかというと、あれ、誰、すごい、こんなことある、え、すごい、え、一人旅、うん、嬉しい、見て、遭遇しました。わー、すごい、待って、こんな47都道府県あってさ、確かに、え、すごい、47都道府県の長野県の中ので、しかも、え、嬉しい、さすがだね、さすがだね。え、こんな、はい、じゃあまあ、終了です。こんな感じで、実際今2日目なんですけど、まだまだ楽しみたいと思います。今年も1年、この人めっちゃ薄着なんです。見て、これ、ほら使いました。ほら、こんなマフラーもなくて私こんなもフォークなのに。ということで、今年も1年よろしくお願いします。旅行、また旅行行きましょう。今年は5回行きましょう。言いましたね。はい。じゃあまたね。ありがとうございました。いろんなみんなの様子をご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。すごくね、みんなまったり
リラックスして過ごせてたんじゃないかなと思います、はい、さあ今年の配信中ですが、いろいろ2人もやりたいことあると思うけど、はい、どうする？3人でなんかやろう、嬉しい。せっかくだったね、せっかく集まった3人なので、はい、旅でも行きましょうか。あ、サク散歩、サク散歩、サク散歩シリーズ化してるからね。あ、確かに行きます、うん、見守りたいになります。見守りたいって後ろからこっそりね、そうそう、だから3人で一緒に歩く。確かに。なんかね、そういうのも叶うといいなって、ぜひ来てください、サク散歩、ね、思います、はい、ということで今年もたくさん皆さん楽しみにしててください、はい、それでは最後にチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。